はい、どうもこんにちは、ティアスマイです。今回は新サバイバーレディーファウルがテストサーバーにやってきたということで遊んでいこうと思います。まだね、実際のプレイになるかどうかわからないんですけども、なんかもうマップが違う。そうだ、そういえばマップ変わったんだっけ。今なんかこんな感じでミニマップ新しい、すげえわかりやすい感じになってる。まあそれは一旦置いといて、あ、もう透明化してる。はい、まあこんな感じでね、反対に近づいたら自動的に透明化して、あ、なるほどね。あ、詳しい能力知りたい方、昨日の動画をご覧ください。まあ、このように、ハンターにね、なんと20メートル以内に近づくと、勝手にスキルが発動するっていう、もうオート発動型という、全く新しい、タイプになりましたね。で、逆にこうやってハンターから20メートル以上離れると即透明化解除されるタイミングで、まあ、こうやってすぐさまゲージが回復していくって感じだから、これね、俺が昨日懸念していた、ハンターに20メートル以内に近づいて、速攻で透明化ならせて、あえて離れてみたいな作戦をしたとしても、まあ、結局その、無限に透明化したりしなかったりができちゃうから、まあ、その辺を考えると全然、そういった心配はなさそうだね。で、じゃあこれずっと透明化で無敵じゃんと思うかもしれないんですけど、この透明化中は、特殊な足跡がこうやって3秒間残って、まあ、この霧の先端をさ、バレてしまうと、うまくね、打ち抜かれちゃうとダメージ食らってしまうので、そこら辺は、騙す必要があります。で、騙す方法があって、こうやって、スキルをやると、偽物の、道を発生させることができます。な、これをうまく使って、騙されないようにやっていく。あ、なるほど。で、この偽物の道のスキルは、これ2回分ですね。2回分だけ使えるといったスキルになってます。この透明化は何回でもできます。クールタイムは40秒あって、40秒経てば何回でも使える。そんなスキルになってます。さあ、復活しました。で、この透明化中に大胆な操作を行うと、透明化解除という風に書いてあるので、乗り越えやってみようと思います。一旦乗り越えすると、あー、解除された。これ解除されて、なおかつ、これクールタイム入っちゃうんだ。っていう風に考えたらもう本当にあれだね。一等航海士みたいな、殴られないような必要がありながら、なおかつ、墓守みたいな、板操作とかをしないようなチェイスっていうのが求められる、感じのサバイバーになってますね。いや、っていうかそれよりこのさ、画面の左上のミニマップ、これが革命的すぎてすげえいいじゃん。これ初心者大助かりじゃん。はい、といった感じがチェイススキルになってます。で、このキャラクターそれだけじゃなくて、解読の部分がかなり強くて、そっちをね、紹介してから、実際にワンワン強いのかどうのかやってみようと思います。さあ、この暗号機みんな見ててください。今これ新規の暗号機で解読進捗 0%。これをレディーファウルが触った場合、一気に見ててください。10% まで進みますよ。はい。うわーすごい見て今の超、もう 0.1 秒で 10% 進みました。すごくないですか？まあ、これ、途中からとかはもちろん無理で、この新規を触った時だけ発動するっていう条件で、まあ、だから、最初の暗号機を回すスピードっていうのがもう実質解読 110% 速みたいな、まあ、大体ね、ぐらいのスピードで回っていくから、解読めっちゃ速いし、これ、試合中盤とかでさ、もしこの解読加速が来てたら、とんでもないスピードでこれ解読回りますわ。で、さらに、これね、面白いスキルがこうやってあって、今これ選択してるのわかるかな？こんな感じで暗号機を選ぶことができます。で、この選んだ暗号機と繋ぐとどうなるかっていうと、ちょっと今新規の暗号機の方に行くわ。さあ、移動してきました。この状態で、じゃあさっき真ん中を回してたこの 38%、そこを選択します。そうすることによって、はい、今選択中で、ここを自分解読すると、なんと、はい、まず 10% 加速から、見て、真ん中の暗号機の進捗を毎秒 1.5% ずつ奪いながら、自分自身の解読スピードっていうのを上げることができます。妙形であってる読み方。解読速度が 20% 上昇。これがね、最大で 25% 増加で 20%、15% っていう風に速くなっていて、もう本当に心眼級のスピードで回すことができる。まあ、ただ、もともとね、別にわざわざ新規回す必要はないから、まあ、これをするときは、解読の引き継ぎミスがあったときとか、まあ、判断寄せられちゃったとかっていうときに、これを使うと、かなり強いと思います。で、なおかつ向こうの暗号機を味方が触ってたら、このスキル発動しません。まあ、っていう条件がいろいろある。で、ほら。向こう側の進捗が 0% になっちゃったから、今のスキルは解除という風になっていますね。いや、面白いよね。これ使ってさ、もう本当に終われなかったら解読、そもそも 10% プラスしてくるし、で、他の引き継ぎとかも寄せたとしてもすぐさま新規を回すから、まあ、生き残れば生き残るほど強くなるようなサバイバーというか、なんかかなり保険型というか、なんていうのかな。まあ、負けない保険を作る。そんな感じのなんかイメージを俺は、まあ、今日初日というか、まあ、実装前の前情報で見て、俺は思いましたね。この解読のスキルってクールタイムどのぐらいなんだろう。ちょっと選択してみますね。さあ、選択して選んでやると、あの、結構早いね。うん。しかもこれ何がいいって、ハンター側に壊せないっていうのがすごくいいよね。はい。まあ、ということで、それを検証しながらの、こうやってキャンセルもできると。ちょっと救助行ってみますね。どのぐらい遅いか。あ、でもこれ救助中、これ絶対ハンター近いからさ、よくわかんないのいいね。これでよくわかんなくしながら救助行きますよ、皆さん。ゲージ、見てください。おっそおっそマジで遅いわ。まあ、恐怖読み合いきついし、まあ、ボンボンとかマジで救助無理だろうな。だって、通常攻撃、終わって爆弾避け切ってからもう一回救助とか
マジで無理だ。遅すぎ。これやばい。やばい。本当に救助に行きたくないですね。これほど救助行きたくないキャラクターいないよ、なかなか。うん、これやいばん食らっちゃうもんな。さあ、ちょっと一つ気になるのが、フラフォを使った場合これが解除されるのかやってみます。さあ、フラフォ、さすがに解除だ。まあさすがにだよね。はい、板乗り越えとか板操作系もしくはフラフォを使うとすぐさま解除されてしまう。まあただ、まあ、このキャラクター救助がめっちゃ遅いよ。救助が普通の、2倍の時間かかっちゃうから、マジで絶対救助できないから。通常攻撃以外のダメージ方法を持ってるキャラクターとか、ピエロのロケットダッシュから通常攻撃とか多分余裕で間に合っちゃうから、だからもう本当に救助にはいかない。もうチェイス特化人格で OK だと思います。まあということで、大体レディーファウルの性能分かったと思うんで、じゃあ実際にこのキャラクター強いのかどうか決めるときって、まあ解読がまあまあ強いのは分かったと思うんだけど、実際追われてチェイス持つのかどうなのか、これサバイバー側ハンター側それぞれ試してみて遊んでみようと思います。さあ、とりあえずチェイスやっていきますか。で、本当に俺はこのキャラクター初心者救済キャラクターだなと思っていて、やっぱ本当に始めたてのサバイバーってマジで勝つの難しいじゃん。初心者同士のハンターサバイバーってマジハンターの方が勝ちやすいんですよ。そんな段階で解読の引き継ぎとかもこのキャラクターで行いながら、で、スキルとかも超簡単にしている。もうすべてが初心者向けに作られている。だから逆に言えば、アイテム上手くなってくるという、そういう予測とかもやってくるから、その辺で上手くなってきて段位高くなってくるとちょっと活躍しづらい。けどその代わり初心者にとってはもう本当にヒーローみたいな存在だと俺は勝手に思っています。ということでやっていきましょうか。まあね、任せてくださいよ。ステッキ使うヒゲ親父、どんだけ俺がね使ってきたと思ってるんですか。マジシャン1位までやりましたからね。こんなに可愛くなっちゃって、あ、透明化入った。まあこれでハンターのなんていうの、距離感もなんとなくわかるっていうのはいいよね。え、これどこに、あー、鹿来た。鹿来た。これとかもう向こう側に出しといて、これ騙しながら、騙して、やばい、バレている。でこうやってあえてこうやってこういうねフェイントかけて、でここでそろそろ切れちゃうから、このね、みんな多分これコツは、とりあえずやっぱ初心者向けということで左右にしてきました。左右人格でこの霧の透明化が切れちゃうよっていう時間帯ギリギリとかで、左右窓加速とかを使ってうまくクールタイムを埋めていく、まあ、そういった作戦。うわー、めっちゃ罠置いてあるが、まあ結構いいんじゃないかなとは個人的には思ってるんだけど、うん、悪くなさそうだね、その作戦。ここ鹿のチェーン通るんで、やばい、よしよし歩きしちゃった。危ない、よっはー、走っていいよ。で、こっから多分そろそろ、霧の透明化入るんで、透明化中は、まあ、ポジションうまく使っていってもいいし、なんなら開き走っていって、多分あと2秒とかで透明化するから、それを使って次の強ポジに行きたいね。いや、結構強いんじゃないかな。こことかで、これダメ、騙してこっち側行ったと見せかけて、あえて自分はこっち行く。まあ、こういうやり方。いやでも、イタグルがやっぱ、なんやかんや強いかもな。あ、でも分かってない分かんない。結構難しそう。やばい！罠置かれた！まあ、これはもう、共有するしかないな。あ、でも短！まあ、でも、いや、短いけど、言うても、一等公開室の時計、分ぐらいはあって、だって一等公開室の時計に近い性能さ、100%、解読 100% キャラクターが持ってるってちょっと恐ろしくないですか？やばい、終わった！いや、悪くないかも。さあ、続いてちょっとハンター目線体感してみたいということで、ハンターでいきます。で、俺はちょっと思ってるのは、イタカがあまりにもきついんじゃないかなと思っていて、っていうのがやっぱ、イタカってこの風域発動中音が聞こえるから、多分ね、音とかでバレやすいんじゃないかな。もう俺が普段からこうやって爆音で喋り続けているから、音が分かりづらいっていうのを抜いたとしても、結構、イタカはバレやすいんじゃねえとは思っている。さあ、足跡の姿こっち側に行っている。はいはいはい。こことかも展開していって、今入ってない。あ、待って、これ、騙されている。いや、騙されてない。え、雰囲気の音しないわ。へえ、なるほど、なるほど。え、今雰囲気展開入ってたよね。あ、でもこのぐらいで切れるのか。思ってるよりちょっと短い感じ。あ、あるな。これはラッキー。今、なんか、挙動でも変だったよ。完全板裏行ったのになんかちょっと、ミスというかバグに近いような雰囲気を感じましたけど、ちょっともう一回リベンジしたいな。透明化中にやれるのかチャレンジ。うん、ちょっとあえて透明化するまで待ちますね。さあ、そろそろ透明化する頃合い。あ、来た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 、透明化来た、透明化来た。で、この状態で、はいはいはい、で雰囲気展開して、あ、音しないわ。え、向こう側、え、そんな騙されてたんだ。検証結果、え、俺が据えてなかったのかな2回とも。検証結果ね、来た、透明化来た。この透明化中に、あ、でも、いや、マジでこれ音しないわ。据えてるはずなのに、音しない。いや、これ強いです、皆さん。なんと、マジシャンは音を聞こえるのにハンターに接近使用中。このサバイバーなんと、一切音が聞こえません。
オッケー。なるほどね。じゃあイタカに対してもこれ全然強いわ。てかこの音が聞こえない問題、ハンターの音とかに一切引っかかんないんだったら、だいぶ対上級者相手でもやれるかもしんない。うん、やっぱ音っていう概念が相当しんどいなと思ったけど、いけそう。さあ、そしたらもう最終兵器、牢人形出すわ。まあ、イタカくんはね、音を対策されてしまったということで、じゃあもう直接牢をぶち当ててやればいいだろうということで、牢人形でいきますね。で、感謝とかは、さっき一回やった感じ、透明化してても、あ、いる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 。これいいね、なんかこの通知。これあるからさ、あれだ、レディー、あれだね、隠密できないね。隠密するとバレちゃう、ハンターに。やばい。これ強い。やばい、ここでぐるぐるしてるの強い。これで足跡向こうには行ってないから、これこっちだね。あ、でも、牢人形強いかも。これでクリアリングできる。これで、うん、やっぱそうだ。やっぱ牢人形なんだよな、結局。こうやって当てていくと。はい。これ透明化中、ローがどう当たってるかのエフェクトちょっと見たいから、あえて透明化するまでちょっと泳がせる、ね、サバイバーのと。ロー付与しながら。うん。さあ、ゴーマンも溜まってもいつでもダウン取れるんだけど、いや、ファーチェちょっと弱めか。これね、ちょっと思ったんですけど、勝手に発動するじゃん。持続時間自体はすごく長いんだけど、透明化ね。一発ファーチェって距離詰まる前、読み合い入る前から透明化しちゃってるから、そのせいで、ちょっとしんどいんだよね。わかる？言ってること。読み合い入ってからスキルって使いたいじゃん。けど、その読み合い入んないから、これ透明化してる。今透明化してる最中に、姿、あ！姿見える！姿が見えるぞ！姿が見える！姿が見える！姿見える！当てる！あいー結局、牢人形なんだよなぁ。なるほどね。まあでも、いや、きついと思う。結局多分、牢人形はきつい。けど大丈夫。初心者に牢人形使うやつおらんと思う。さあ、それではラスト、ハンター側の気持ちが分かったということで、レディー側使って遊んでいこうと思います。まあ、やった感じ、やっぱね、一発目は、やっぱどうしても効果時間をうまく使う時間がちょっと少なめ。で、まあ、2回目がうまく刺されば、まあ、やっぱその2回目ってハンターの距離が縮まってるから、まあ、かなり強めでやっていけそうな感じです。アイビー来たー！これはまずい！ただ、アイビーにも結構強いんじゃないかな。オッケー、イース陣避けた。で、シャーもあるから、これ透明化して、あえて行っちゃおう。こうやって近づいて、強い方向に行かない。で、向こう側に出しといて、やっぱ結構アイビー、姿を見ちゃった。結構見ちゃったけど、こうやってごまかしていきながら、アイビーどこ行った？アイビーどこ行ったか、全然わかんない。けど、バレるタイミングで、乗り越えて、で、こっち行ったり、あっち行ったりしながら、これイース陣動かしてんな。多分イース陣動かしてると思うので、これ線隠ししてるので、たまんないようにやって、オッケー！シャー避けた！このシャー避けめちゃめちゃでかい。で、こっちが行って、騙されないよ。線隠しとかやってくるんじゃないの？ここは、しっかりと、あ、でもこれ一撃食らっちゃうな。オッケー、シャーは避けた、シャーは避けた。オッケー、一発食らった。やばい！次のでくらって終わっちゃう。やばい！この59不要！しんどすぎる！やばい！規制やめて！憑依しないで！何度か避けて！何度か避けろ！次のこのシャワーを頑張って避けるしかない。あー終わったなあ、まあ、うん。まあでも、冷静に考えて、この透明化スキルを持っていて、回復が速くて、すべてのステータスが 100% って考えたら、まあ悪くはないよね。だってこれが回復遅くてとか、いろんなデメリットがあるんだったらって考えたらあれだけど、回復スキル持ちで、これって考えたら、まあまあ、バランスとしては、まあこんなもんかっていう感じ。チェイスキャラではないよね。うん。解読キャラだけど、今までみたいに、囚人ガン追いされたらもう無理だよねとか、みたいな感じではない。まあ、解読キャラクターだけど追われてもまあまあ、みたいな感じの性能してる気が、まあ俺はしましたね。まあというのが、俺の初日触ってみた感想でした。またね、いろいろ研究していったら評価とか変わってくると思うんで、そしたら動画にまたしようと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバーイ。